ろしくお願いします。お願いします。今回は結構タント1が釣ってきた。はい。はい。これ魚乳釣れとったいね、ほら。うわ、よう言えるわ。うわってよう言えるわ。こっちにもおるよ。はい。これは おまけか。違います。こっちがメイン。こっちがメイン。今回ですね、うん、僕たちツイッターの情報で言ってるんですけども、あ、そうね、その情報をくれた方です。なるほど、お、よかったね。立派よ、これは。ほら、30はあるやろ。30ぐらいですかね、うん、ぐらいやね、うん、ちなみにここじゃあ40センチぐらい投げ、なんていうか知っと、何を叩くんですかね。え、なんか叩くんですか。肘叩きこれは、カンヌキと言います。40超えたらカンヌキと言ってね、あの、めちゃめちゃ高級魚、超超高級魚、多分。へぇ、こっちが太がね。あ、そうですね、はい、そうなんです。こっちが太がね。はい、こう、吸ってきたやつ、吸ってきたやつね。せっかく、この吸ってきたやつは、はい、あ、使って、天ぷらにしてしまおうぜ。はい、で、冷めていきますよ。はい、レッツーレッツーベラマーレッツベラマー。この鉛筆みたいな、ほら、本当もう綺麗やん。なんかのどっかのさ、返礼品みたいななるほどね。そんな色ばい、これもう本当こうやってあるもんね。まず鱗を剥いていきます。はい。お、なんか鱗があんま見えにくい、うん、意外とね、めちゃめちゃ取りやすい。へえ、これ雑の仲間ね。ああ、まあやっぱ口長いから、うん、質問します。はい。この中の骨は緑でしょうか。ワンちゃんやっぱ脱も緑だから緑じゃないですか。正解は後ほどですね。緑と思ったもん。じゃあ違うんじゃん。そうか、そうか。今日どうやった、こいつ釣り楽しかった。超大苦戦でした。大苦戦。周りは釣れてる中で。もう本当に周りはめちゃめちゃ釣れてる中でしたから。お父さんが仕掛け作ってくれて。お父さんが、はい、1から10までお父さんじゃないか。そしたらそうですね、0から10。鱗取りました。はい。おお、とっても綺麗。ね、本当テカテカやね。あれ作り物なくらいテカテカしてます。作り物よ。嘘やん。嘘やん。ちなみにね。はい。こいつ見た目綺麗かやん。はい。綺麗。真ん中は何色でしょう。いや、まあそれを普通に赤。え、え、はい、黒です。正解。え、黒なの？お、そう。なので腹黒と呼ばれてる。本当に綺麗なくせに腹が黒い、腹黒らしいよ。本当ですか。その例えになる魚って。そこまで言ったの。言いました、言いました。言ったんかい。うん、言いました、言いました。頭を落とす。はい。頭を落とす。はい。頭を落とす。そして本当は背開きしたかと思っとったとこってんが、はい、腹開きをするよ。はい。で穴を開いて、うん、さっさかいくけんね。はい。で、ほら、卵。あ、うわー、卵、ほら、すごい。結構緑の卵してるんですね。ね、うん、うん、うん、ほら、腹黒い。ほんとだね。へぇ、腹黒。そうなんや。これ今、これだいぶ灰だけに焦がしとくけど、はい、ストレートに行くと、こいつオスなんだろうね、白子っぽかも。あ、ほんとですね。これ卵美味しそうだな、白子も。ほら、真っ黒。本当ですね。これで洗います。はい。なんかもう、あの、お父さんたちは、うん、もう釣り場で、うん、もう綺麗にして帰られてました。さすがね。歯ブラシ使ってね、皆さんね。ゴシゴシしてた。歯ブラシか、なるほど、はい、結構身はしっかりしてたよ。え、そうなんですね、うん、なんか足が速いとおっしゃってたので、うん、あの、柔らかいのかなと思ってました。そうそう、これで、はい、今ちょっと取って、はい、これどうなんすかな、パカッて収穫、それともこの半身ばくるくるすっかけど、半身じゃチーズとかも買ってるんだよ。あ、いいじゃないですか。なんでちょっと広く取った方が良かったね。その方が良さそうですね。その場合腹よか背開きが良かったってやろうけどね。なんでかってこっちが薄かけんさ、そいつが外に来て、で巻いた時にこっちがずるったよ。でも腹の方の内側にあげさ、巻きやすい。確かに周りが厚いからなんだけど、こっち腹骨のところが広がった幅の。おーねー、だけど多分腹開けばいいんじゃないかなと思ったけど、じゃあ分かったよ。はい、僕は考えた。うん、皮一枚残し、大名おろしの
こいで、うん、あ、なるほどね。何色でもいいじゃないの。ちゃんと分かったよ、答えの問題ね。これはまあ黒、これ普通にやろ。そうですね、思ったよりも、思ったより普通。腹骨を、腹骨ってなんだ、トランデミンを確保しとくけどね。細そうですもんね、薄っぺらかよ。ほらほんと、ほんとに薄い、薄い、ほら包丁の、ほんとに透けてんじゃん、透けてるから。ほんとに、もう薄、ほら、食いで完成。これでじゃあもう、ま、巻いていくんですか。そうなの、チーズも入れて。そうなの、あびっくりする。なんか創作料理ってなんかすごい久しぶりする気がする。そうでしょ。はい、私もなのよ。これをちょっとこのままだって大きいじゃない。はい、こうしてこんなものかな、きっとね。あ、ちょうどいいんじゃないかな。なんかサイズ感的にちょうどよくない。素晴らしくちょうどいいですよ。軽く塩コショウを振りまして、振りまして、はい、まず大葉をいってみよう。合ってんのかどうなのかは知りません。きっとうまくいくでしょう、そんな気がする人。はい、もうこの時点だいたい美味しいかもんね。まあ、もう美味しいものしか取れない。あ、じゃあもう食べとくの。食べないです、まだ。まだ？あげましょう。じゃあチーズですね。はい、こういきますか。これ以上いったらまずかろうね。走り出しのところなしにしとこうか。今まで数々の失敗がございまして。なるほど、割と焦げますもんね。割と焦げるんだよこれ。じゃあタケノコをですね、はい、このように切ろうかな。いや、めっちゃ美味しそう。ほら、あ、めっちゃ美味しそう。これもう絶対美味しいもん。絶対美味しいもんね。さらに追い大葉、あ、具材たちですね。ひろこちゃん、揚げる準備できてる、はい、温度が確認しといてね。温度の確認、いや、まあ、オッケーです。いいでしょ。いくよ、いけるんじゃない今日、はいはい、ほら、はいはい、どんどん押していくタイプか。なるほど、よかった。僕、ほら、おほら、はい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 、すごい、丸々1匹分よこれ。そうばい、一匹目これで。ほら、すげーすげー、いいじゃないですかこれ。めっちゃ美味しそう。おお、美味しそう。うん、いや、いいね。わあ、ちょっと油ば切ってからやったらいいよ。はい、あのコメントにもあったこと、ちょっとそそつけとった。いいねいいね。ひどっ。なんで小声で言う。魚は残しておいていいよ。はい、そんなのあげるからね。うんうん、人とかも上がるの早いんじゃない。美味しそうにしてる。いい、非常にいい、非常にいい。ちゃんと油を落として、そうね、ほう、はい、お野菜はこれで、はい、あ、終わった、あげました。オッケー、いいね。ほら見てよこれ、意外といいんじゃないこれ。ほら、良さそう、良さそうね。うん、あとはうまくコーティングしてしたりすれば多分なんとかいけそうね。いけそう。うわー、すごい、うわー、どんな感じなんだっすよねこれ。あ、チーズ出とらんね。出てない、いい感じじゃないのこれ。いい感じですよ。天ぷらの間から見えるこの皮っていうか、うん、なんかすごい上品に見えますね。チーズ出てきてんじゃないこれ。これこれチーズですかそれ、うん、あー、チーズっぽい。ほんとね、できちゃった。美味しそうじゃない。うん、美味しそう。あ、もうバッチリバッチリ、ね、チーズそんな分かんないですよ、はみ出たなんて。うん、分かんない。うん、うわ、これでさよりとかの天ぷら完成。名前出す。もっともなんかアラジオで美味しそうです。はい、はい、これで完成やね。はい、完成です。はい、いただきましょう。いただきます。いただきます。いただいた視聴者さん、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。私まであやこってもらってありがとうございます。これ抜くべ、おほうほうほう、ちゃんとまとまってるんじゃないのこれ。ほら、おおおお、ほんとだね。はい、しおちょん、いく、はい、いただきます。いただきます。うん、うわうまい。チーズさより負けてないっすね。負けてない、全然負けてない。チーズに負けてないね。おいしいですよ。おいしい、うん、
しい。ホクホク、うん、柔らか。天ぷらに結構合うにしてますね。うんうん、あ、わかるわかるわかる、しっとりするような、うん、そうね。ごめん、なんか間違って一口で食べちゃってさ。え、マジパイ水魚って3口に分けてますよ、今。いや、見て、あ、そうか、分けることができたんだって。いただきますね。食べ食べよう。うん、うん、おいしい。うん、うまい。旬のタケノコですよ。うん、うまっ。タケノコ、やっぱタケノコっておいしい。もう一回ね。もうがっつくけんね、大体ね。もうししとうもいっちゃってるよ、僕は。僕もいっちゃうよ。私もいっちゃいます。うん。あ、ししとうもおいしい。香りがいい。うまい。うん。あっさり終わった。あっという間やった。美味しすぎた。なんだこれ。今何かわからないもの食べちゃった。二人が釣りに行った時に出会った方が釣られた方のさよりか。あ、そうです。もらいます。それをもらってきたことに対して皆さん高評価を。ね、本当いただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。で、もうごちそうにご紹介ありがとうございます。調理ありがとうございます。いやいや、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ここでぜーんぞん早かす展開の。ご視聴ありがとうございます。次の動画はこちらから。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。